さあ、主権国家体制と西欧絶対王政の第4回目です。今回はフランスのルイ14世という人物にスポットライトを当てていきながら勉強していきたいと思います。さあ今回のポイントは大きくこちらの2点。まずはこの2点の確認から参りましょう。1点目がこちらですルイ14世の時代は典型的な 絶対王政の時代でした優秀な部下に恵まれた前半の政治そして後半の波乱ここまで含めて彼の時代は典型的な絶対王政の時代と呼ばれるわけです一体どういう出来事があったのかを確認していきますそして2点目がこちらですルイ14世が行った対外戦争合計 4回にわたる戦争を行いますそれぞれの戦争でどうなっていくのかフランスがどのように変わっていったのかそちらに注目していきたいと思います以上こちらの2点に沿って今からフランスのルイ14世の時代を一緒に勉強していきましょうさあポイントの1点目ですルイ14世の時代 彼の典型的な絶対王政について勉強していきましょうさあまずルイ14世という王の名前があって彼のイラストが今こちらに載っておりますこのルイ14世なんですけれども先代のルイ13世の末期から最初を務めていたマザランが引き続き彼の宰相を務めます なのでルイ十四世って非常に若い時に即位したんですね十歳にも満たないね、それぐらいの幼い時に即位していますなので最初はこのマザランという人が政治を助けてくれていたんですねちょっと気をつけてほしいことがありますそれは世界就航をしたのがマゼランこっちはマザラン名前が似ているんですねなのでついついうっかり 書くときに間違えたりしないようにしっかりと覚えてくださいそしてこの最小マザランの下国王の力を強くするための改革というのが数多く行われ中にはルイ14世のね時代に対して反発する勢力というのもいたんですこれ以上国王の力が強くなるのを嫌がったそれがフロンドの乱と呼ばれます王権の慎長に対する反乱 パリにあった高等法院高等法院っていうのは王の命令を審査する貴族の会議です高等法院や貴族が中心となって暴れたのがフロントの乱と呼ばれる一部市民も合流するなど大規模な反乱になったんですけれども結局これは最終的に鎮圧に成功するというわけなんですね なので、このマザランのおかげで、フロンドの乱の鎮圧には成功したわけです。そして。よろ、六十一年。最相のマザランが死に、ルイ十四世。自ら政治を行うようになります。じゃ、そのルイ十四世。自ら政治を行う時代、それがこちらです。さあ。マザランが死んだ千六百六十一年から。 ルイ十四世、自ら政務を取ります。中でも彼の名言の一つ。朕は国家なり。どうですか、この名言。まさに絶対王政の典型と言えるでしょう。朕っていうのは王様の僕って意味ですね。僕は国だ。つまり、僕の徳が国の徳。僕の損が国の損なんだという考え方。まさに自分の損得が国の損得につながる。 という考え方なんです、ね、これがルイ14世の考え方そして彼の時代というのは優秀な部下たたちがいました例えば進学者のボシュエこの人は王権真珠説の理論を確立しルイ14世の子供の教育係を務めるなどそういう内部からの協力を行っていたわけです。さらに財務総監としてコルベールが就任します。 ちなみにこのコルベールの政治はまさに典型的な重商主義政策と言われます典型的な重商主義政策と言われます通称コルベール主義とも言われるんですねなので国家が直接経済活動に介入し国を止ませようとした人です例えば潰れかかっていた フランス東インド会社の再建に努めたり特権マニファクチュアといってコルベールが国内の産業を保護したりこうすることによって輸入を抑えて質の高い製品を輸出するというやり方を取ったんです。そしてて皆さささんこちらをを見てくださいルイ14世の力の力強さを象徴する ベルサイユ宮殿がちょうど完成このベルサイユ宮殿に政治の中心を移しルイ14世はこの宮殿で政務を取ったと言われますさらに北米のミシシッピ川流域これ北アメリカですよミシシッピ川流域を探検させてそこをフランスの植民地とし自分のルイの名前にちなんでルイジアナと呼んだりしたんです どうですかまさにルイ14世の時代というのは彼の思うがままに国家が動いただから典型的な絶対王政と言えるんですしかし晩年何との王令の廃止を宣言カトリック以外は認めない全員カトリックになるんだルイ14世はそういうことを言ったんです。なので国内にいたユグノーたちは立場をなくし 国外に逃げていくユグノーっていうのはカルバン派カルバン派は営利活動を良しとしますので商工業者に多いこのなんとの往礼を廃止してしまったことでフランス国内の商人や主工業者たちがどんどん国外に逃げていきフランス産業が衰退してしまうということを生んでしまったんですこの悪いところまで含めて ルイ十四世のやりたたいいようにに動ののがまさにこの時代のフランスだったというわけです。なのでマザランが生きていた時代そしてマザランが死んだ後の時代しっかりルイ14世の政治機関分けて項目をしっかりと覚えてあげましょう。ポイントの2点目です。ルイ14世の時代に行われた 四つの戦争について見ていきたいと思いますまずルイ十四世なんですけれども彼途中から自然国境説っていうのを採用するようになったんですねちょっと難しい言葉なのでへーと思って聞いてくれるだけでいいです自然国境説国境は自然のもので決めるべきだ例えば川とか山とか海で決めるべきなんだと 考えるようになったんですちなみにルイ14世が考えた国境は一体どういう国境だったのかちょっと地図をご覧くださいさあ見てくださいルイ14世曰く今フランスがここにあります周りの国々との国境線を考えるときに例えば横のスペインがありますよね横のスペインとの国境線はここにピレネー山脈というのがあるので このピレネー山脈でで国境ととすすべきだと言ったわけです上のイギリスとはここにドーバー海峡がありますのでこのドーバー海峡を国境とすべきだじゃあ東側はどうするか東側はここにアルプス山脈があるのでこのアルプス山脈を国境とするべきだじゃあ今度はこっちは実はですねここ。 ライン川という川が流れてますこのようにしてルイ14世はこのライン川が東の国境線だと言ったちなみに当時のフランスはここら辺までしか領土がありませんここら辺までしか領土がありませんのでここまで領土を拡大しようと拡作したんですねなのでこのように自然のものを使って国境を決めるべきだそうなったときに ここには南ネーデルラントという地域そしてファルツと呼ばれる地域がそれぞれあったここへ侵略戦争を彼は行うわけですこれがルイ14世の行った戦争なんです例えば南ネーデルラント継承戦争ライン川の内側にあるから俺たちのものだと言って攻めます。 でさらにこの戦争のほかオランダとも戦争しますオランダはこの南ネーデルランと継承戦争の時にフランスの敵側に味方したので、ね、報復戦争だと言ってオランダと戦いますさらにはファルツ戦争といって勝手に攻め込んだりとこのようにむちゃくちゃな戦争を彼は展開したんですねそして中でもフランスにとってもっ 最も痛い結果に終わったのが最後の戦争です最後の戦争一体何がフランスにとって痛かったんでしょうかこちらを見てくださいさあスペイン継承戦争でございますこれが4つ目の戦争実は当時スペインのハプスブルク家が断絶してしまいました王様がいなくなったんです するとルイ十四世、喜んで自分の孫フィリップ君を王様にしようと。手を挙げたわけです。実はルイ十四世の奥さんってスペインハプスブルクの出身だったんです。なので、俺の子供たち孫にはスペインの王家の血が入ってるぞと。いうわけで、孫のフィリップ君を王様にします。フェリペ五世として、孫のフィリップ君は即位して。 スペインブルボン朝が始まったんですこのルイ十四世のやり方に対して周りの国々がそんなのずるいぞという形でプー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 文句を言いますそれがスペイン継承戦争としてバチバチ戦うことになってしまったわけですさあ皆さんこのスペイン継承戦争一体どうなったんでしょうかそれが最後こちらですユトレヒト条約の 締結フェリペ5世への即位を承認させましたあってことはルイ14世勝ったんですねとよかったじゃないですかむしろ得したじゃないですかいや見てくださいフランスとスペイン同じブルーボン朝だからといって合併は永久に禁止つまりスペインとの合体はできない。 領土を広げるのは失敗に終わったんですねなのでフェリペ5世が即位したところで赤の他人同士になってしまったんですこれはルイ14世大きな失敗でした結局戦争にお金だけ使って領土の拡大には何一つうまくいかなかったんですどうですか合計4回にわたって行われた戦争結果フランスは大きな領土を獲得したかいやしてません お金だけ使ってて財政を圧迫してしまっただからルイ14世のあとは絶対王政の衰退期に入りやがてフランス革命へとつながっていくという形になります。さあそれでは今日一緒に勉強してきた内容を今から確認していきましょう。まず フランスのルイ十四世彼の時代は典型的な絶対王政の時代彼の思うがままにことが運んできますただルイ十四世最初ちっちゃい時に即位したので政治は代わりにマザランが務めてましたこのマザランの時代に国王に対抗する勢力を次々と破り王権の勢力拡大に 勤めたわけでございますそしてマザランが死んだ後はルイ十四世自ら政務を取りますその際優秀な部下に最初は恵まれてました例えば神学者の母主へこの人物は王権真珠説を提唱しその理論の確立に努め皇太子の教育係も務めてくれました財務総監に至ってはコルベールと言われ 典型的な重商主義政策を行ったことから通称コルベール主義とも呼ばれますこのようにしてコルベールがフランスを飛ばせる方法お金を飛ばせる方法というのを考えてたわけですそしてついにベルサイユ宮殿が完成政治の中心地はこのベルサイユに置かれ ルイ十四世の権力の象徴にもつながったわけなんです。ただルイ十四世失敗だったのがこちら。対外戦争を行いすぎて。しかもうまくいかなかったっていうことなんです。例えばオランダ戦争やファルツ戦争。ね、いろんな戦争を起こしましたけれども、どれもうまくいかず。中でも大きな誤算だったのが。 最後に起きたスペイン継承戦争これなんですこのスペイン継承戦争では自分の孫のフィリップ君をスペインの王様にしようとして反対すする勢力と戦ったものです結果はユトレヒト条約で終了なんですが孫のフィリップ君の継承権は認められましたが フランスとスペインは合体してはいけない赤の他人同士国家に決まったわけでございますなので結局最後お金だけ使って財政を圧迫する形になってしまったんですだからルイ十四世の時代良くも悪くも彼の思うがままに動いた時代だっただからわざわざワンテーマで彼の内容を見たわけです 彼のの時時代代が典型的な絶対王政の時代だというのをしっかりと頭に入れた上でやったことや戦争の内容結果をしっかりとこれから覚えていきましょう。